7月の29日に米子駅南北自由通路ガイナロードが開通をいたします。今日米子市と JR 西日本などの合同記者会見で米子駅南北自由通路ガイナロードの開通日が発表されました。米子市の長年の懸案だった JR 米子駅の南北一体化事業、その目玉となる駅の南北をつなぐガイナロードが7月29日に開通することが決まりました。工事進捗率 75% で、現在屋根の取り付けや内装工事が進められているガイナロード。高さ13メートル、長さ140メートルで自転車も通行可能です。また自転車も乗せられる30人乗りのエレベーター2機も備えられています。工事が進められてきた米子駅の新駅舎と新しい駅ビルもガイナロードの開通と同じ日に供用開始されます。新しい駅ビルは2階建てで、名称はシャミネ米子。土産店やコンビニエンスストア、飲食店など6店舗が入ることになっています。また新しい駅舎の1階には米子市国際観光案内所も併設されています。しっかり鉄道事業者として安全を大前提として交流人口、関係人口を増やしていくと、事業との連携をさらに深めていくということを取り組んでいきたいと。地元米子市も米子駅の南北一体化事業をきっかけに駅周辺の広場を整備し、歩いて楽しい街づくりを目指しています。米子市はこの駅のみならずです、改めて米子の街が活性化するような、そこをですね目指して今頑張っていきたいなというふうにことを今改めて思っているところでございます。総事業費76億6000万円余りをかける一大プロジェクト、米子駅の南北一体化事業。これから米子をどう変えていくのか注目されます。